自分も初めてだし、そうよね、はい、ちょっと見た目以上緊張してるんですけど、まあ、この場を、このまあチャンスというか、なかなかこういう場所がないと話せないことを話そうかなと思いました。神社っていうのはその正中線の真ん中に正中線で、神社って大体あの北から南に向かって、この地図上のように南に向かって神社建てられて、要は南北線に正中線、ね、よく気になった方がいるかもしれないですけど、あの道の真ん中を歩くなとかね、という話も、まあ、一部はあるんですよね。だけどまあ昔の道っていうのは鹿島神宮の参詣道なんか、その1000年前の道が本当に残ってるところなんてあるんですよね。一応これぐらいしかないんですよ。これぐらいしかないうちで真ん中開けるのはちょっとないかなっていうところもあるし、奄美大島とかあっちの方に行くと神道といって、神様しか歩けないんですよ。神様を迎えに行くときに使う道で、自然の海から神様がやってきて、その神道をのろく占領するその神様の祭りおばあさんたちがその神道を歩いていって、そのお祭りする海役にそのところで自然のところでお参りして、この神送りする、やっぱそのまた神道山のところまで上がっていって、山の上から神様に登る。その神道なんていうのは奄美に登ってて、もともとはそのノロっていう、ね、人しか歩けない、一般の人は歩けないんですよ。でその、ね、道をやっぱり他の変えるために、昔は海岸から白い、ね、サンゴ礁の、まあ、白いものを選んできて、道のね、土の道の上について、真っ白にするんです。聞くと二つのこう聖なる場所をつなぐとかね、いい感じで道があるんですよ。でやっぱり神道だって言われて、こうやってふって横を見ると、けどもう古くなって灰色になってね、参拝して三本の、ね、掛けがやっぱ落ちてる、うん、何十年か前までやっぱり三本を後ろに吹いてやってたんだなって分かるように、まあ、それは日本国内にもあって、神社の中でその聖なる場所をお祭りですから、一番おみこしが巡行する道とか、京都の葵祭りとかで出汁とかね、灰色歩くルート決まってるんですけど、あれだと神様がある。でその最短はこの鳥居から灰色になるところで参道。で今回あやさんに伝えたんですけど、そのスズメのね、一番に関係してますから、すごいチャンスだから、ね、見てください。あ、後ろのって出てくるんです、うん、後ろのっていうのはこの表の鳥に対して、こっちの後ろは、ここは今日みたいになかったんですけど、この本殿の後ろに、ね、扉がある人ないしは、後ろ側から拝めるように鳥居とか賽銭箱みたいな人があって、その扉はないけど拝めるようにしてる神社意外とあったりして、香取神宮とか大きい、ね、神社でも街道って回ってて、そうぐるっと回って真後ろに行くと扉はないけど賽銭箱みたいな、後ろから拝んでいいんですよって言います。で前から拝んで後ろから拝んで何だろうですね。後ろっていうのは見えない世界というか、ちょっと普通では違うっていう、ね、その後ろのっていうのは昔は特定の神を祀ってた。一番分かりやすいのはね、恵比寿大国宝祀ってたんです。で、まあ、先ほどあと神社で、ね、神職の後ろで正式参拝したんですけど、皆さんこっち向いてるんですよ。本殿を持ってて、代表で神主さんがこっちで真ん中で唱えられますよね。で真ん中立つのが神主さん、真ん中立つのは神の役なんですよね。こうやって並んでる時はあんま関係ないんですけど、我々が参拝する時なんかもやっぱりその真ん中を避けて少し脇から拝むのが普通の拝み方です。真ん中の拝むっていうのもあるんですよ。そういえば特別な時、年に何回かもうどうしてもって時があるんですよね。その時に真ん中に立つんですよ。その時はもう神様と大列さんにつながる線路の真ん中に立っているものですから、一番その大切な時はそこでお参りする。そこでメリハリつけるとやっぱ違うんです。何だのかんでもね、三度六度に真ん中でやってると、やっぱり人間意識の慣れが出てきたので、今日こそはってならないんです。それがやっぱりかなり違う、まあ、そういうことで、まあ、すずめの戸締まり、すげえ映画だなと思ったので、そもそもね、公開がすごい、公開日が11月11日です。すごい日なんですよ。カメロさんと知り合ったのは、平成7年のその11月11日っていうのに、特別な神事が実は多いとですね。それで、その時、その世の中が、その変わるって言われます。何が変わるのかみたいな、世間的にはちょっとよくわからないんだけど、だからそういうのにやっぱり、すごい敏感な人とかっていうのが動き始めればあって、まあ、ちょうどね、その平成7年11月から、急にそれまでね、何年も親しく遊んでいた同年代の、ね、友達と急にこう、タイミング合わなくなっちゃって、まあそれはお互いその仕事とかね、いろんなんで、いつもなんか泊まりで遊んでたのは、合わないですよ。遊びに行きたいかなとかって、今日その日夜勤が始めたからだねとか。で、5人10人集まっても全然バラバラになっちゃって、おかしいな、おかしいなと思ったのは、その前にその永田神社で平成4年に会ったおばあさんと、その時ね、初めて会ったおばあさんに、永田神社、これからね、丹後の天橋立の、この神社はこれから開くのよって
きなり言われたんですよ。と思って、その頃はまだこの神社というのは今ほど有名じゃないんです。いつか行けたらいいかなと思って、関西に移って、ここ行きたいと思って、マーカーでピッピッて入れたのがね、この神社ピッて入れてたんです。で、それだけだったんだけど、その、僕の後におばあさん、そこから半年後に亡くなっちゃったんです。ああ、なんかすごい変わったこと言う人です。でそしたら、その後は子供書店がね、なんかある本が出て、その本をね、パッと見て、パラパラって見たら、本に書いてある内容は、そのおばあさんがね、自分に言ったことと同じことがあって、亡くなって3年も、ね、4年も経って、あれと思って、そしたらね、そのおばあさんとはもう亡くなっちゃったんだけど、一緒にいた人がね、元気だったら、その人紹介してもらったやつは、続きの話聞けるんじゃないかなって。で、その、若田神社の関係の人に、声かけて、それがね、平成7年の11月。で、こう、テントントンとやった話があって、出てきたのがこの人って。で、本当に11月中に電話で話して、あ、じゃあ今度お会いしましょうかって、12月の頭にお会いして、それからその関係がね、青の橋立のこの神社に行くことになったんですけど、それと並行して、その11月に出口鬼三郎の人がね、晩年さ、4万ってね、楽茶碗を作ったんですよ。それすごく国際式のようになって、要はその60年代のサイケデリックみたいなのを終戦直後に作ってるんですね、そんなに。だけどそれはもうこれは国宝になるんじゃないかって言われてて、で、なかなか見えないですよ。やっぱその大本教ってね、関西が中心だから、それは途中ね、新宿高野のフルーツパーラーで展覧会やったって話が、しかも今みたいにネットがないから、終わった後に聞いて何だよと思って、そしたらなんかそれをね、やった人が東京に住んでて、その人の家に行ったら溶岩が見えるらしいということを聞いたんですね。一つね、このちっちゃい紙、電話番号だけ書いてるのね、怪しいなと思いながら電話して、そしたら来てください。それ11月、平成して11月の第4日曜かな。で、そこに行って、小金井なんですけど、まあ、いろんな変わった人がいて、なんか神様の話してるんですよ。そしたら、こう来るんですよ、佐藤とかね、佐藤友子とかね、佐藤さんって誰だろうなと思ってて、なんか近くにね、その自分がいた家の近くに、また不思議な人がいるらしいと。ここも相当怪しい家なんだけど、そこからすぐ近くでまたなんか神様の言葉取り付いてる女性がすぐそばに住んでるとかね、なんでここにもって、まあ、それはまた因縁で、小金井公園のところって、要は、今の上皇陛下が子供の頃にいらした場所なんですよね。隠れ御所的な扱いで、だからそこの辺に住んでる人、みんな宮内庁からの人なんですよ。でそういうのは全然わからなくて、なんだこの場所はと思うね。そしたら、佐古智子って話を聞いてて、でその佐古先生もそれがお会いしたのは2年後だったんですけど、それと同時期にその神様さんたちと知り合って、天の橋立に行きましたね。行ったら大雪が降って、新幹線が関ヶ原で止まるじゃないですか。案の定止まっちゃって遅れて、天の橋立っていうのは京都で乗り換えたの、丹後エクスプローラーで特急乗らなきゃいけないんですけど、それの待ち時間が1分もないんですよ。走って、ダーッと走ってって飛び乗って、で、それで、ああ、なんとか行けます、1時間遅れますって。して行って、天の橋立の駅に着いたら、雪が積もっちゃってて、膝の上まで積もったんですよ。普通、膝の上まで雪積もってたら、出かけないじゃないですか。だけど、もうここまで来たから、しょうがないんだと思って、タクシー乗ってちゃう。で、タクシーで行けるところまで行って、降りて、そしたらもう、そんな日だからね、誰も外歩いてないんですよ。膝の上まで積もっとまで行って、で、行って、お宅でいろいろその神様の話を聞いて、で、帰ってきて、ほんで、大雪が降ってね、大変だったんですよってね、その帰ってきて、紹介してもらった看護師さんたちに報告したんですよ。そしたらね、看護師さんたちが、そしたら、昔、大雪が降ったような時があったなぁ。この前とかなんだろう、毎日打ち始めて、出来合いなんか、襖開けてね、押し入れだったんですよ。そうですね、そしたら、奥からね、箱が出てきた。で、箱パカッて開けたら、なんかね、いっぱい書いたのがあるんですよ。それが要はね、さっき言った佐古先生の自動書記を写した。佐古先生と神尾さんたちが知り合ってるとは知らなかったですね。まあ途中から佐古さんとかなんか聞いてたことあったんだけど、ここにいる佐古さんとか思わなかったから、鈴木とか田中とかよくある名前で、神様の関係ないする人は佐古さんでしたら多いのかなと思って、勝手に思ってた。それは同一人物だった。で、その前後のことも、実はその予言っていうかね、書かれてたんですよね。だからまあ不思議な縁がね、いろいろあって、それでまたいろんなところで ね、三河って愛知県の、小分けは十に開ける山だったんですよ。そこがなんか最初の頃って、重要な位置づけだったらしい。で、それは、まあ何十年経っても、平成の終わりの頃だから、平成の初めに行ったら平成の終わりの、そこの前にこう。で、そしたらね、すずめの戸締まりのね、主題歌のこの名前が、戸若、戸分けって書いて戸若っていうんです。そんな名前付けないでしょ、普通。何これって。ちょうどまた、来月の12月9日発売、1月号のムーンに初めてムーデビューする。それまでは、読者投稿で、そしたらちょうど去年
からウクライナの侵攻があるじゃないですか、まあ、ロシアが攻めてくるとかね、失語心理の予言の中で、ね、一番あるんですよ。北から攻めてくるとか、北から攻めてくるのは最後の時だったんですよ。昭和19年から、まあ、天明さんの時はそれが1年後、昭和20年の8月8日にソ連が、ね、満州を攻めてきて現実化するんだけど、この予言っていうのはですよ、1回じゃないですよ、ね、全ての時代においてその絶対意識的な世界を、ね、繰り返す。それは現代においてはそのウクライナに対するロシア侵攻で地球のほぼ反対側の方での話じゃないと言うけど、実際ロシアも、ね、日本も隣り合ってて、向こうの人は日本のことを心配しているぐらいの状況なんですよね。本当は北朝鮮の北から、ね、ロケットが飛んでくるわけです。でそれについてそのムーに書いたんですね。そのキーワードは、ね、赤い竜神って本です。赤い竜神とは何かって言ったら、先ほど紹介してくれたゴムコテンメイの本が、天明さんは自動書記でこう書いたのがすごく有名なんですよ。物も残ってるし、ああいう現象を体験している方っていうのは、まあ、亀山さんみたいな人の場合はこう物の現象が起きてる、日常に起きてることをまた神の啓示だとして関連づけるんですよ。ああいう人たちと日常で起きたことで、確かにね、ある人が見ればすごくハッて気づく、ある人は全然気づかないようなことを神との関連づけてそれを読み取る、それを太場にっていうんです。で天明さんなんかそういうことをしてたらしい。だけど天明さんの場合はね、そういうね、いわゆるその霊視、霊的なビジョンを見るとか、ほとんど話が残ってなくて、その前の出口直なんかも実際その有名なお寺先に書きながら、実際いろんなものを見てた。だけど、当時そういうものを書き残す人はいなかった。ほとんどいなかったね。だけどほとんどね、ない中で唯一天明さんがそれ要は、天の質問の神の絵をかかって、その謎の神、古事記とかに文字が出てなこない。聞いて言えばその棺の部分って天明とかあるもん、宣伝で普通の人が扱ったらもうすぐ警察に捕まっちゃう、国交警察に捕まっちゃうようなのだから、みんな口を閉ざしてる。まあ、それもあって、ね、天明さんは口を閉ざしてたんだけど、あるね、やっぱり、ね、天明さんいろんな人が来て、まあ今でもそういうことあるんです。いろんな人がなくて、霊能者同士で自分のビジョンをね、相手とこう共有し合うと。それを天明さんもしてたような痕跡があって、まあそういう能力者がやっぱり来てて、その中にはやっぱりその自分の能力が、まあ、暴走で見ると初期の頃はそう制御しきれなくて、どうすればそれがうまく制御できるかってさ、先輩方にその自分の体験を話して聞くのね、お互いにその答えはですね、その中でやっぱ天明さんとかさ、霊能者の人がいて、その人に天明さんの話した話が唯一のこと。それが要は岡本天明が謎の神の天の質問の神というのを何者でしょうかってご神殿にお尋ねしたり、今日みたいな人は聖地に座ってそのお尋ねしたり特別な、その時に天明の前に霊視ビジョンが見えたのは、そのね、天明さんがその霊視した時に見たのは、白髪のロードが現れて、祝詞を唱えて、後ろ姿がなんか、ね、顔見えないんです。どう見ても、まあ、出口顔に似てるなと思うけど、それをこう霊的にね、アングルをこう変わらないと霊視アングルがこうって、それができないんです。で、もどかしい。だけど、その次、今度、幽体がぶわーっと現れて、それが真っ赤な友人なんですよ。真っ赤な友人なんだけど、額にね、冠をかぶってて、その冠に丸蝶の印が入って、まあ、竜っていうのはなんか低い、修行している存在なんですよ。いろんなベクトルのね、出現の仕方があるんです。で、その竜がその冠をかぶってて、ってことはその制御されてる症状なんです。その冠がまだ丸太のシリーズで神の印が入ってたってことは、その赤い竜体と神の働きをしてる。それをサニワって言うんです。で、そういう話が唯一残ってて、まあこれなんかは、まあ天明さんが明らかに霊能者がこういうふうに残って一緒に対して話した話だから、秘中の日でね、ほとんどの人は知らなくて、で、まあ10年経って、まあロングセラーで、いろんな用語があって、まあ、書き足すところの中で、まあ、その話を今回出たんです。で、しょうもないからね、ウクライナにかけて、ちょっと書いてよ、解説しようかなと思って、無に書いたんですね。そしたらね、スズメの戸締まりですよ。ね、見た、ね、出てくるでしょ。ね、なんかこう、ブワーってさ、あれ見て、と思って、自分は何だでも予告編も見ないで、さーって言ってみたら、うわーって出てくるから、でしかもね、まあね、ミミズって言ってるでしょ。ミミズを漢方では赤竜と言います。赤い竜、まさにそれなんですよ。ね、あのミミズさん何してました？だからね、やろうとしましたよね。ファーッと思って、そのね、その扉っていうの、それをね、閉めて、ミミズ。すごい速くなるサイクルものすごい。そこをね、体感すると、ね、これからの人はすごく違うと思います。というわけで、マイクがすごい。
ー